久保さん、どうすか？なかなか寂しい髪の毛でしょ。もうね、まあ、今回、理容室とかにしようかな。まあ、床屋、理容室。理ってあるな。理容室。質はないんじゃないかな。あ、質はないですね。まだ使ったことないな。質行きましょう。まあ、理容室、まあ、美容院と理容室みたいな、なんか、僕はいつも、美容院じゃなくて、いつも行きつけのところがあるんですけど、まあ、美容院でも床屋でも何でもいいんですけど、まあ、ね、シャンプーした後の髪の毛を鏡越しで見るのがしんどいっすね。なんか切ないというか、ほんとね、もうで、しかも髪の毛切ってるじゃないですか。でもペラペラでもう、なんかそれをずっと鏡越しで見るのがしんどくて。まあ、いいですね。ちょっと、アフリートもできるから、ちょっと、レーザーのなんか調べたら帽子みたいなのがあって。で、まだね、レビュー動画とかもなくて、これ結構いいんじゃないかな、みたいなのって。なんで、まあ、今後はちょっと、まあ、育毛に関する動画をね、ちょっと強めにいこうかなと思いますね。だから、情報発信って、すごく僕は役に立つと思うんですよね。なんかお金を稼ぐっていうところももちろん前提条件としてあって、プラス、人のなんか役に立つじゃないですか。あ、そういうのがあるんだ、みたいなね。だから、発信するって、発信することが、人のため、世のためじゃないですか。なんか人のため、世のためみたいな言葉あるじゃないですか。社会のためみたいな。情報発信って社会のため、人のため、世のためになってると思うんですよね。少なくてもね、久保さんの髪の毛のやつは僕にとってはね、久保さんはね、全く興味ないでしょ？ね、久保さんは全く興味ないじゃないですか。髪の毛。剥げる兆候がゼロですからね。だけど、自分には興味ないけども、まあそれを発信することによって、まあ久保さんは集客もできるし、人のためになるし、だから自分は興味ないものですら、誰かのためになるっていうね。だからこれはインターネットを通してるんで、まあ不特定多数にリーチできますから、だから自分が好きとか嫌いとかどうでもよくて、まあ、とりあえず何でもいいんで発信すれば誰かしらの役に立てる可能性があるというところでございますね。だからまあ発信するっていうのは非常にいいと思いますよ。いってらっしゃい。